月の結果を見たいと思います。まあ、最初5月。5月、5月が675、7月が645でした。そうです。いい、大学の先生と話して。目標点は、じゃあ、点数、さあ、どうぞ。嘘ここで始まりました、もちチャンネルです。さあ、今回は坂井さんにおいでいただきました。はい、まあこの後ね、すぐに出る動画なので急ぎで撮らなきゃいけないんですけども、そうです、今日撮って、今日出しますので、はい、トイックのね、結果、返ってきたので、え、これ何月のだっけ、これが9月ですね。9月の結果を見たいと思います。まあ、はい、その間にもね、まあいろいろ本当順番バラバラで動画出てたんで、はい、NBA のねやつがあったので、はい、そう、あれよりだいぶ前の動画をこの間出したばっかりなんですけど、反響ありましたか？まあ友達は LINE ですごいじゃんって来たり、まあ、まあ大学の子からも。そうですね、大学だってバスケでしょ、サークル。そうですね、そしたらその人たちがでーってなるような経験ですからね。はい、捨てることはないし、ウィギンズすごいその後大活躍だし、はい、よかったです。見てくださいね、皆さんすごい活躍してるんですよ。はい、はい、あでね、あのアメトークの NBA 芸人でも田村さんがインタビューした姿映ってましたから、そう、あの時に動画撮影した時に蛍、はい、原さんへのメッセージもらったんだけど、使われるかなって言って使われてたからびっくりした。ね、だって別にあれアメトークの撮影で行ってるわけじゃないから。そうですよね。うちの撮影で行ってって使われてたからアメトークでびっくりした。アメトークのスタッフの方々もいらっしゃったんですが、さあ、そんな中推移が、7月最初、最初、いや最初5月です、ね、5月、5月が675で、で7月が645でした。そう、下がったんですよね。はい、はい、そう、まあまあまあテスト期間とぶつかっちゃったんで、まあその後勉強は続けて、はい、そうですね、やってったんで、じゃあもうそれよりは取れててほしいと。いや本当にそうですね。はい、まあ難かったんでね、その前の時ね、リスニング心折れたって言ってましたから。そうですね、はい、じゃあ行きます。それ多分またお前がけんなって言われるから。いつもね、模試の結果とか入試の結果とか言われてた。で、こうスープ抜いて、はい、じゃあまあまあその準備、下準備はしておきますんで、はい、うん、住所等を見えないようにして、はい、ではここが一応ここを持って、まあ別に情報出てるからいいんだけど、はい、では言います。何点だって言う、675で何点かですね。目標点は700いってほしいですけど。700いってほしい。じゃあ点数、さあどうぞ。はい、780。嘘。めっちゃいや全然自信なかったんですよ。クラス780まで来ました。すごっ。あ、そう。いや、だいぶ上がったんですね。嘘だ。あ、そんなに、もうだ800近くだね。リスニング420、リーディング360。リスニングがやっぱガンと上がった感じだな。前回覚えてるリスニングあれ。あ、多分 LINE 見れば分かるんですけど、多分自分、うん、パート2が難しいって多分書いてると思います。そんなに、いや絶対嘘です、こんなの。絶対嘘ですって。そんな、リスニング、パート1、2が難しくて、うん、で、15問解き終わらなかった。あ、で、リーディングはね、はい、で、サムアザーズ間違えた。あー、はいはいはい。これちょっと待って、前のやつは書いてないか、そこに。前の点数、前回のやつ、リスニング、リーディング、まあまあまあ調べればここに出せますので、はい、もう多分リーディングじゃなくてリスニングが大幅アップだろうね。パーセンタイル、はい、写真撮っとかないと。だいぶ上がりました。これは嬉しい驚きの方ですね。はい、ちょっとじゃあ得点率の方を見ていきたいと思います。はい、じゃあリスニングこんな感じですね。はい、得点率の方が、そうか、これも写真撮ったかなって。最初が65で63だから大して撮れてないわけですよ。はい、さっきチラッともう見えたのでこれだったから、ああ全然ダメなんだろうなって思ってたら、はい、あれみたいな感じでしたけど、そうなんだね。いや意外、まあアビメのね見方に関しては動画出てますので、ぜひともそちら見てほしいんですけど、あ、そう、これちょっともう予想より意外と急いで編集プレミア公開にしなきゃ。
なんかやる気なかったけど、プレミア公開、プレミア公開しなきゃ、急がなきゃ、編集。マジ？そうだってほら、そう平均いってないわけだからね、これね、はい、ナレーションの短いやつの方は、そうだパート2で多分相当やられてて、はい、長めの方の具体的情報が高いの、89だから、はい、ここがすごく高く出てるので、うん、やっぱまあ長いものを聞くのには慣れているんだなっていうのは分かりますね、うん、はい、で次がほら短い会話での詳細、こっちは簡単な方なんで、はい、まあ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 平均74で80取ってるんで、はい、これです。で長めのナレーションにおいて詳細がもう86いってるから、だからパート3、4だいぶ取れてるってことですね。3、4が結構できてる、はい、だ2はできなかったけど3、4だから、この話の意図や目的が明示されてるって、ここが平均以下なわけじゃないですか、はい、だからパート2が平均以下が2つあるって感じですね。でパート2以外の 3,4 の意図問題はどうだったか分かんないけど、ただまあ言えることはパート2を上げればこれ800超えんなって感じだよね、うん、いや多分800はパート2、まあもう前回のやつはもう受けちゃってますから、はい、次はパート2特化で勉強した方がいい、はい、まあまあパート1、2特急持ってんだっけ。ワンツーは持ってない、持ってないじゃん。パート1、2特急でも買って、はい、2の特訓に移ってください。はい、パート2でこれもう800いけるな。よし、じゃあリーディングの方いきたいと思います。はい、リーディングのはこちらです。はい、文章中のもとに推測できるが平均55に対して79だから、おこれも結構いい感じで取れてますね。で文章中の具体的な情報を見つけて理解できるが55が平均で60点取れてるから、あ 60% ねいってるから、まあまあかな、これもまあまあだね。で、複数の文章下で散りばめられた情報を関連付けることができる54が平均で 72% って、ここも結構取れてる感じかな。まあ共通テストで鍛えてたっていうのもあるかもしれないですけどね。はい、で語彙が平均65に対して83言ってんで、まあまあまあ語彙はやっぱり単語帳付近のセンテンスやってるもんね、はい、それ続けてってるからまあ順当に上がってる。で文法も80いったんで、はい、67平均80引きましたんでよかったかなと。デルセンはやってる？デルセンまだやってないです。やってないか、うん、まあ、もうデルセンを終わらしちゃえば次までに。はい、ただやっぱパート7なんでやっぱへこんでるな。多分5、6は結構高く出てると思いますね。まあだって終わってなかったんだもんね。だって、ね、15も終わってないのも、終わってないです。そう15も終わってなくてもこんだけいけんだな。はい、だどっちか、まず公式問題集とかも新しいの出てるから、はい、それで時間どこでどれだけかかってるか、5でどれぐらいかかってるとか調べた？うん、本番もやってほしいんだよね。何分かかってるか9月覚えてないですけど、うん、10月受けたのは、うん、文法パート5ですかね、うん、5、6は何分で終わったの、12時35分で終わったっていうのを覚えてるんですよ。12時35分。そうですね、12時35分だともう終わっちゃうわね。えあれなんかいや何分でかかるってことは11時35分じゃない、11時35分ぐらいでパート5、6終わってて、うんうん、そうだから5、6も早くしなきゃいけないですね、はい、スピード大事なんで5、6をもっと早く解けるようになってって感じかな。そうだから7が苦手だからといって、そう7だけとは限らないんですよ。そうそう7でそもそも解いてない問題がたくさんある人とか、7に時間がないって人は5を早くしなきゃいけないので、そうだから5の訓練が必要だから、リスニングがもう見えてるから420だから、はい、そもそも495点のうちの420なんで、もうリスニングはパート2を重点的にやるっていうのも確実に見えてて、でリーディングの方が5が遅すぎるのか7の、ね、この正答率なのかっていうところで、まあ、そこをちゃんとやるという感じになると思います。はい、はい、で10月はもう受けちゃってるもんね。はい、で次はいつとか決まると、あ11月ですね。11月、はい、じゃあその11月の方でどういう結果が出るかだと思いますんで、はい、そうだからもう780まで来て、もう突破しちゃったもう突破しちゃった。いやでも次こんな取れてるか分かんないですね。まあなるほどね。次の目標はもう800超えということです。まあそうですね。まあ良かったですね。はい、大学受験勉強してて良かったですね。良かったです。こんなに早く、はい、もう突破してしまったと。いうことで、はいはい、もう就活の頃には950とかになってそう、で普段でも勉強はしてるわけでしょ。はい、してますね。トイックやって、あとは大学の普通の勉強。そうですね、はい、なるほど。じゃあいよいよトフルとか始まるんですか？いやもうアイエルツやったからね、もう辛さ知ってるからね。そうそうそう
筑波の院、大学の先生と話して、筑波の院に行ったらどうだって。おお、そうなんだ、はい、って言われて、でまあいろいろ調べたんですけど、院で英語の、はい、まあ、トイックなんですけど、配点が880点で満点換算。おお、なるほど。なので今一応そこ目指してる。なるほどなるほど。感じで、え、筑波のなんかスポーツ的な。そうですね、院でスポーツ的な、まあ自分のやりたいこと、自分でも本当に自分のやりたいことになると博士課程まで行かなきゃいけない。あ、なるほどね、そういうことも決定と。大学院、まあ、タイトル大学院決定みたいな。いや、まだそう考えてる。なるほどね、わかりました。それか、まあまあ早稲田のスポカということで。はい、わかりました。ぜひじゃあ応援してあげてください。はい、ということで、思ったよりもいきなりね、こんな結果が出ると思います。、はい、大学院も、はい、目指してトイック、あと100点ですから。はい、わかりました。期限とかあるのかな。トイック自体は期限ないからさ、ただその大学院側が何年以内にとかってあるのかわかんない。確か2年ぐらいだった。あ、なるほどね。じゃあもう来年もやらなきゃいけないのか。はい、来年も、はい、という感じだと思いますんで、よかったんじゃないでしょうか。はい、ぜひ応援していただけてください。はい、以上、ありがとうございました。よかった。これでまた好感度が上がるんだよ。いやでも、いや絶対こんなのまぐれですよ。いやでもちゃんと実力だから。